中華民国副総統は中華民国の国家元首である中華民国総統を補佐する役職であり各国の副大統領に総統する直接選挙において総統候補とペアで立候補し有権者の直接選挙によって選出される任期は4年間で再選は1回まで可能国民党も民進党も党内選挙で選出された総統候補が自ら 副総統候補を指名している。何らかの理由で総統が、欠くらいとなった場合には副総統が、総統に昇格し、その任期満了まで任を継ぐ。過去、副総統から総統への昇格は、小解析総統の辞任時、小解析総統の死去時、小警告総統の死去時の3回ある。なお、悲免断劾の要件は、総統と同じである。 中華民国憲法が施行後の1948年以降の副総統は以下の通り、国境内戦後は香港とアメリカに滞在、次の選挙前に国民大会代表により弾劾される、1949年1月21日から1950年3月1日まで、ゲイアが代行、1950年3月1日に復職、在任中に死去、 小解石死去のため、総統昇格。小警告死去のため、総統昇格。住民直接選挙による選出及び任期4年へ変更。無所属で民主進歩党副総統候補に指名された。ありがとうございます。